Good day! This is Tarachisaur, and we are back in SD Gundam Battle Alliance. Today, I will be playing some missions to progress in the story. Enjoy the game! しばらくはおとなしくなるだろう。マクギリス中将はブレイクアウトしない。まだプルーマがいるんだと思う。こうなったら片っ端から行きますよ、中将さん。プルーマいないね。ジェネシスの方も気になるよ。キラ君たちのデータが確認。ザッタの防衛隊です。プルーマの反応なし、突破してください。果たすべきを力で果たすまでだ。でもミッションデータは不安定。ブレイク現象、崖の上、敵の増援です。ボメ、ここは絶対守り抜くぞ。チベ艦隊の意地を見せてやる。チベって、ポンスコン機動部隊のスカート付き、ビッグドム。新たな敵襲、もう引き返せんな。敵機の数は不明。住所、小隊長、注意してください。そうだね。ボムが何機いるのか、想像もつかないよ。一つ、次、二つ、三つ。当たれ。これはどうだ。そこだ。四つ、五つ。邪魔。当たってくれよ。今だ、囲め。一斉に来たよ、残り7機。落とせ。シャア大佐も見ているんだぞ。シャアって、シャアアズラブル。いえ、他に何人もいないしね。我々は勝利のために敵を全て叩く必要がある。圧倒してみせよう。見せましょう。目標は3分だよ、小隊長さん。なんでさっきから妙に具体的なの。やる。これはどうだ。12、全滅。12機のビッグドムが全滅。3分も経たずにね。これほどの激戦になるとは予想外だったよ。プルーマの方が楽だったかもですね。急ごう、この先にエネルギー反応があるよ。ザフト軍の防衛隊です、迎撃してください。相手は烏合の衆、頭さえ潰してしまえば降伏する。だといいけど、このミッションの頭が誰なのかが問題だね。そもそもマクギリス中将がブレイクアウトしてくれないし、データの乱れは今までで一番大きいから、何か起こるならここだよ。いけ。
こかわせるか深くジオンのモビルスーツがブレイクイン、またコース艦隊なの。所属はアバオアクー統一軍総帥直属艦隊。じゃあこのブルブルはあの宇宙要塞から。なんか不穏な感じね。でもブルーマもまだいるはずだし。深すぎか。うわあ、これはどうだ。かわせるか。これはどうだ。ブルーマ発見。こんなところでデザートを食べてたのね。中将さん、迎撃してください。こいつらを倒せば火星に戻れます。迎え撃つならいくらでもやりようはある。これが最後のはずで、油断しないでください。劇的に仕上げよう。小隊長、連携して劇的にお願いです。トップだ。はい、当たれ。やっぱりシャアアズナブル大佐、アバオアクーからここに来たんだ。じゃあこれがジオーム。スカート付きならぬスカートのみ。宇宙空間では足なんて飾りって割り切りもあるってこと。足は質量移動によって姿勢制御を助けてくると思うけど。これも数奇な巡り合わせというものだね。見せてもらおうか、貴様のその実力とやらを。お前の力いいだろう。受けて立つ。まだやれるぞ。こいつでどうだ。うわ私に出会った不幸を呪うがいい。では私も果たすべきを果たすとしよう。そうそうやらせはせんよ。マクギリス中将、無理しないで。相手はエースパイロット赤い彗星です。あの目標を討ち取れば栄誉栄達は思いのままだ。私から逃げられると思っているのか。我々にはもう逃げ場はないんだ。戦うことでしか未来への道はない。ほう、少しはやるようだ。道を開けてもらおう。中将さん、無理しないで。小隊長、ここでマクギリス中将を失えない。赤い彗星を止めて。舐められたものなら私からの手向けだ。受け取るがいい。まだだ。私はもっと世界に力を示す必要がある。これほどと。危ない。ブレイクアウト成功。マクギリス中将さんは、君たちの活動は引き続き。イカズキオーガス、これだけは。ブライト艦長、応答してください。こちらユノアスタルト特務総長。ホワイトベースに急がなきゃ。小隊長さん、各駅のスイッチを押して。一旦引け。聞いたか、ギレン総帥が。何か混乱してるみたいだけど。いろいろあるんだよ。敵のモビルスーツだらけじゃない。そりゃジオン軍の最終防衛ラインだからね。ユノ、聞こえるか。こちらへの敵の攻撃が激しい。ホワイトベースの直縁に回れ。ブライト艦長、了解です。アムの勝利さんのガンダムは？わからん。反応が消えている。撃墜はないと思うが。周囲に気をつけろ。どこから敵兵が出てくる？連合軍か。コスミックミラのモビルスーツ。ユノ姉さん、ホワイトベースへのルートはこの先。あとはもう一つあるみたい。2ルートあるの？核兵器スイッチのロック解除。2カ所あるからね。ジンたちの先か。戻ってる。あれ？どこだ、ここ。え？三日月くん？ユノ、オルガ、どこ行ったか知ってる？ソロモンにいた団長さんはもう火星に戻ったから大丈夫。その機体って新しいガンダム
前と同じだよ。なんか修理してもらったらこうなった。三日月くん用にがっつり回収されたガンダムバルバトスループスだよ。バラ屋敷を含めて三日月くんの感覚にモビルスーツの軌道をより近づけてあるんだよ。三日月くんが自分のスタイルで戦えるようにってことでしょ。そこまでして戦う必要が。別にいいよ、それでオルガの役に立てるなら。どうしてカラはそこまで団長のことを。ブレイクハンド、モビルアーマーのサブユニット。一匹一匹プチプチ潰していくしかないか。ルーマたち至る所に入り込んでるのね。片っ端からブレイクハンドとせよ。本番前の一暴れだよ。まあやれるだけやるさ。ブルーマの全滅確認。核液のスイッチに電源が入ったよ。正体ちゃん、スイッチ操作を。よし行こう。ただこっちのルートは少し遠回りになるかな。しまった、出会い頭に挑む。こいつらなんか動きが違う。あれ、ただのビッグドムのはずだけど。知り合い。そうじゃないけど、もしかしてジオンのエースチーム黒い三連星。え、記録ではオデッサ作戦の直前で撃破されたはずよ。ブレイクミッションだし、データの混在は考え。ブルーマがブレイクイン。バルバトスだけじゃなく私までのデータもバンバン流れてきてる。どうせなら鳥もここにいれば簡単なんだけど。させるか。あ、核壁のスイッチアクティブ。奥へ進みましょう。今だ、撃て撃て。しまった、不変。どんな奴が出てこようと、それが敵なら潰すだけでしょ。そういうこと。一気に回すべて撃破。出てこなければよかったのに。くそ、まだか。まだ来るのか、しつこいな。ざっかけこず、だいぶ奥まで来たんじゃない。うん、この先の坂を下ればホワイトベースがいるポイントだよ。敵どこに行った。今度は出会い頭にザッと。やっぱりそう来たか。三日月くん、気づいてたなら言ってよ。敵を全部倒すんだ。わかりやすくて楽だと思うけど。そうね、邪魔者は潰せば終わりだし。お姉さん、考え方が鉄火弾らしくなってきたね。邪魔だね。うん、先を急ぎましょう。終わらせて帰ろう、腹も減ったし。もう少しだけ付き合って、三日月くん。また変なのが増えた。ザット軍の次はブルーマ。さくら、ホワイトベースは大丈夫なの。電波妨害が強くて、すぐそこの距離でも通信が繋がらないんだよね。前のバルバトスよりも少し動きやすいかも。敵の陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカとライフルで立ち向かう。ユノ姉さん、通信回復。ブライト艦長、お待たせしました。ユノ、遅いぞ。もう持たん。私たちで何とかします。ガンダムも一緒です。何？アムロは無事だったのか。え、あの、ガンダムです。あの白い木馬みたいなのを助ければいいわけ。この舞台の主役がどれほどのものか。ん？誰？あいつ。ザフトマン、ラウル・クルーゼ。ジェネシスを使って人類滅亡を企む。よ
外の世界に戦乱を広げて何が望みなの？私のではない。それが人の夢、人の望み、人の業。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ。もういいよ、なんか難しいし。分かるのはここは俺の戦いは非常さ。いついかなる時も。小隊長、また。さくら、し、ユノ、行き。アバオは食うの。アムロ少尉も戻ってきた。いよいよね。宇宙世紀の歴史が動くよ。今の僕になら本当の敵を倒せるかもしれないはずだ。すみません、援護を。了解。一年に渡るこの戦争終わらせましょう。私たちは今未来を見てるのにね。ちょっと複雑だけど、しっかりね、小隊長。これ以上の侵入を許すな。まだなのか。うわあ、直撃させる。テレア、キュッ、デアーク。深すぎた。セリ、カンズミーキャー、くれ、かわせるか。くれ、さすがだな。これだけ。直撃させる。助かった、ありがとう。友軍もかなり入り込んでるね。他の艦隊から来たのか。隔壁が開いた。不平です。なぜ出てくる。小隊長さん、ジオンも必死だよ。こういう場所は警戒して。これはどうだ。連邦の連中を押し返せ。くれ、落ちろ。邪魔だね。まだなのか。クソ、まだか。ここはもういい。他を助けてやってくれ。このまま行けばアバオワクーの核へ行ける。できるぞ。内部はまた不平。今度はゲルググ。シャアの赤いやつに乗っていたな。ナラーも一緒にいた。サクラ、シャア・アズナブル大佐もここに。いえ、史実通りならこの S フィールドから出撃するはずだよ。当然乗ってるのはゲルググじゃないけどね。こいつらどんどん入ってくる。ティッ、完全な時に手間をかけたな。すまない。友軍から通信だよ。ジオンの新型が出たという話だ。ビルアーマーみたいなやつらしい。要塞内に入ったという報告もある。兵隊を追っかけなよ。了解しました。ショーカー、あれにやられるわけにはいかない。大型モビルスーツの要塞内への侵入を確認したよ。偉い人にもわからないモビルスーツ、いよいよね。ザッ、何か呼んでいる気がする。アムロ少尉、シャアなのか。少尉さん、先行しても大丈夫。後ろは任せて。突破口を開く。やはり大物だ。
ンダムだと先行して大丈夫なの？この先で彼らは出会うんだ。私立通りにね。じゃあ私たちは邪魔者を通さないようにしないと。そういうこと。さあどんどん来るよ。小隊長さん、片っ端からやっちゃって。上の段からも撃ってきてる。気をつけて。そこだ。ぜいぜい、これはどうだ。アナベルガトウ、出るぞ。炎の白い悪魔め、行く。青いゲルググ、アバオワクー統一軍ドロワ指揮官、サンマルミ哨戒中隊中隊長アナベルガトウ隊員。噛まずに言えた。すみません、誰がとするなの。ソロモン国際戦で連邦軍に大打撃を与えた兵士中のエース、ソロモンの悪魔。邪魔をするな。あれは私を阻もうとは、いい覚悟だ。アムロ将尉のところに行かせるわけにはいかない。私を敵に回すには君はまだ20。すごい強いんだけど、これ何ググ。普通にゲルググだけど、正確には一部のエースに支給された先行量産型。確かにこんな強ググをアムロ将尉のところに行かせるわけには。このガト断じて引くわけにはいかん。直撃させる。終わりはしない。カンザ能力巨大末席か。かわせるか。落ちろ。いけ。これはどうだ。あげるな。かわる。隊員、地球をお戻りください。ドロワが沈みました。わかんない。あのドロワがすでに撤退命令が出ています。ここで生き恥を晒すわけにはいけません。総帥直属艦隊の司令から必ず隊員を収容するようにと。あと一息というところで。させるか。やらせるか。邪魔だ。当てる。直撃だっけ。まだだ。そのままでは終わらん。これはどうだ。まだなのか。うわぁ、邪魔する。行け。ガト隊員、もう時間だ。志仲間にして。コーディネーターとナチュラル、その決戦の地に行く。ガッヤッアッカカツマプラソコンカソーショトゥルカツソー。状況は前と同じ。あっ、小隊長さん、ユノちゃんたちか。キラ君、それともう一機が。ジャスティスガンダム、キラ君の親友アスランドラ君だよ。二人がいればジェネシス発射は阻止できる。アスラ、小隊長さんたちと協力してジェネシスを止めるんだ。分かった。この感じはキラ君、どこへ。あの人だ。アスラ、後を頼む。キラ、ここは俺に任せろ。出てきたみたいだね、仮面の男が。ラウール・クルーゼ、全てのものにとっての敵。私たちはジェネシスを。時間はないよ、アスラン君、お願いね。俺たちでこの戦いを終わらせるんだ。そこ。フリーダムガンダムが交戦開始。相手はプロビデンスガンダム。フリーダム、キラ、通信回して。また君か。厄介なやつだよ君は。あなたはあってはならない存在だと言う。何を。だからコーディネーターの遺伝子操作によって生まれた人間よね。そうだ。だけど彼は知れば誰もが望むだろう。
君のようになりたいと、君のようでありたいと、そんなこと故に許されない、君という存在を。キラ君はコーディネーターのだけじゃないの？他に何か特別なものが？彼はスーパーコーディネーター。人工子宮を用いて作られた人間を作った。僕は、それでも僕は、力だけが僕の全てじゃない。それが誰にわかる？何がわかる？わからぬさ、誰にもわかろうともしない人が。待て、プロフェンスガンダムの先生離脱。まずいよ、ジェニスクの方へ行くみたい。なんだと？こっちも急ぎましょう。でも間に合うの？ギリギリまで諦めるな、間に合わせてみせる。かわせるか。くれ、まだか。ついおつげを直撃させる。ジェネシスのエネルギー反応が増大してる。まさか撃つの？目標は北米大陸東岸地区、地球大西洋連邦首都ワシントン。まずい、時間がない。こうなったらやるしかないな。あとは任せたよ。アスラー君、何をするつもりなの？内部でジャスティスを核爆発。核爆発？まさか自爆を？大丈夫よ、お姉さん。オーブ連合のかがり姫様がいる。彼女なら絶対アスラン君を助けてくれるよ。信じるしかないのね。キラ君の方はどうなってるの？フリーダム、プロビデンスガンダムと交戦中。来るよ。これが定めさ、知りながらも突き進んだ道だろう。何を？正義と真実、分からぬと見え、知らず聞かず、その果ての終局だ。もはや止める術などない。そして滅ぶ、人は滅ぶべくしてな。そんなあなたの理屈。それが人だよ、キラ君。違う、人は、人はそんなものじゃない。は、何が違う？なぜ違う？直撃させる。くそ、まだか。まだなのか。飛ばしすぎたか。いけ、くれ。この憎しみの目、何を信じる、なぜ信じる。それしか知らないあなたが。知らぬさ、所詮人は己の知ることしか知らぬ。辛いのは、苦しいのはあなただけじゃない。ダイブクルーザー、なんて迫力なの。そうだ、アスラン君は。ザッキンルーエに突入したよ。小隊長さんはこっちに集中して。ザットのクルーザーさん、アバオアクーでも思ったけど、すごく深い絶望を感じる。彼は人間に絶望し憎んでいるんだよ。見せてみろ、自分を。お前の力、もしかしてキラ君と同じ？彼はナチュラル、普通の人だよ。正確には普通の人から作られた人さ。再開して。まだ苦しみたいか。いつか、やがていつかは。そんな甘い毒に踊らされ、一体どれほどの時を戦い続けてきた。当たれ。これで決める。アスラン君が夜勤ルーエの司令室を占拠したよ。これでジェネシスの発射を止められる。甘いな。何が、アスランならやってくれる。これで言う、何か策があるって言うの？保険があるってことだよ。たとえ夜勤に落とされたとしても。あっ、
どの道は。まさかジェネシスが撃たれる。アスラン君、お願い。人が数多持つ予言の日だ。そんなこと。それだけの功を重ねてきたのは誰だ。君とてその一つだろうが。それでも守りたい世界があるんだ。この程度直撃させる。ざまずく。引導を渡してやるよ。この決める。これが定めか。